パパラギは1920年にドイツで画家圏作家のエイリッヒ・ショイルマンによって出版された書籍である。ヨーロッパを訪問したサモアの州長ツヤビが帰国後、島民たちに西洋文明について語って聞かせた演説をまとめたものとしているが、実際はショイルマンの手によるフィクションである。パパラギとは白い人、外国人の意である。本書では 水曜ビがヨーロッパを訪れた際に目にしたパパラギの社会について語るという形式で西洋文明の批判が展開される。ショイルマンはサモアに1年滞在したが第一次世界大戦の勃発によりサモアを離れた。本書は10以上の言語に翻訳された。ヒッピームーブメントの時代には人気を博し出版から50年後にカルト本としての様相を呈した。 ドイツ語版だけでも170万部が売れた。日本では1981年にパパラギ、初めて文明を見た南海の州庁追予ビの演説集として立風書房から出版された。帯では、開口兼、村上龍朝日新聞、天聖人語が賞賛している。文化人類学者の間では、追予ビの演説がサモアの和法と異なっていることなどから、 本書は、実際には、追ヤ日の演説をまとめたものではなく、ショイルマンの創作ではないかと考えられてきた。上記の天聖人語での表も、追ヤ日が実在の人物かどうかは不明というスタンスを取っている。近年の研究により、追ヤ日は、現地語で、周長を意味する言葉であり、本書で、追ヤ日とされている人物は、アガエセという名のドイツ軍の軍属で、 ヨーロッパを訪問したこともなかったことなどが分かっている。しかし、ドイツを呼び、日本での出版時には、フィクションとの断り書きがなかったので、真実だと取り違えている人も多い。英語版日本語での解説、ありがとうございます。